こんにちは、しんごです。今日は7月21日、バッチトレルセンター。今日は無料プレイあるのかな。こんにちは。今日はちょうど無料プレイプレゼント中っすよ。ニッキー姉さんのバッチが再入荷中、楽しんでいってほしいっす。おお、シンプルだね今日は。ふむふむ、あー、ここら辺も欲しいっちゃ欲しいな。豆吉の台もこれ取ってないですね。よし、とりあえずこれまず行きましょうか。大きい星の袋を押す感じがいいかな。とりあえずコインと小さい箱を取りたい。あの中くらいの袋は次になるかもしれないね。ということで押していきましょう。よいしょ、いってくれ。え？え？なんか思ったよりグイッといってくれなかったな。そうか、あともう2手かかっちゃうかな。はい、豆吉がゲットできましたね。さあ、まあ、次は練習台行きましょう。さあ、今日の練習キャッチャーは鎧兜のニッキー姉さん。今日だけ再入荷中、バッシバッチバッシって言っちゃった。かっこいいですけど夏は蒸れちゃいそうっすかね。じゃあ練習スタート。これちょっとツイッターでね、教えてもらったんですが、かしわ餅をね、下に落としてからニッキー姉さん掴むと一気に取れるよということなんで、うまくいくかな。ちょっと真剣にやりましょう。多分ギリギリ止めだよね。で、かしわ餅をあの間に落とすってことでしょう。いきます。はい、さあどうだ、さあどうだうん、どうだ。落とさないでくれ。いけいけ。おー、いった。あ、うまくいきました。これは2手で取れたね。ちょっとお礼を言っとこう。ヘナチョコくん、情報ありがとうございました。うまくいったよ。さあ、じゃあ鯉のぼり取っていきましょう。はい、大丈夫かな。よっしゃ、あぶな。なんとか成功しましたね。さあ、もう一回いきますよ。ギリ止めがやっぱり肝ですね今回ね。さあ集中します。ふい、あ、ちょっとミスった。あー、ミスるとやっぱこうなるよね。ちょっと集中します。あー、早かったけど掴めるかな。一応早かった。今度は大丈夫かな。あー、落ちるね落ちるねあの、やっぱりガッチリ掴まなきゃダメなんだ。こう落としてしまうと結構きついかも。これ、あーあー、どうだろう。あーあああ、まあ最後はね失敗しちゃいましたけど、まあまあ取れたんじゃないでしょうか。9枚。さあ来い、さあ当たり来い。おお、当たりプラス1プレイ4プレイできます。今日5プレイできましたねこれで。オッケーオッケー。さて、これ掴みたいね。小さい袋を押し込む感じでいきましょう。はい、これでちゃんと取れてくれ。うわー、取れないのうわー、思いのほか手数かかるなこれ。こんな難しかったっけこれニコ取りはダメなのかな。でも狙いたくなっちゃうな。はい、無理かな。いけいけいけ、よし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 、コンプできましたつるつる滑ってくれた。さあ残り2プレイ、これリベンジしとこうか。昨日失敗したよね。で、今日は失敗しないよ。あー、でもどっちがいいかな。先にニッキーさん取るか、猫を取った方がいいんじゃないかなって気もしてるんだけど、
猫を取っても多分ニッキーさんは滑ってきますよね。どうせ猫を持ってないから猫を取ってみようか。いきます。はい、取れてくれ。ふむ。さあそしてニッキーさんをしっかり取る。ニッキーさんを狙っていきます。前回失敗しちゃったからね、ドンピシャで。はい、これは掴んだでしょう。滑んないね、もう滑んないでね。うわ怖っよし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 、あとはパンダくんゲットしたらコンプですね。ここは、はい、すごくね手数がかかって袋をねなんとかコンプできました。そしてニッキーさんのバッジもゲット。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー見てみましょう。あの緑のおじさんからやばい匂いがしてるっす。この匂いはカメムシ？あーなるほど、匂いを表現するのとして飾りをつけてるってことですね。なるほどあの右のアザラシの顔がすごくいいですね本当に臭そうっていう感じで、しずえさんもね目が点になってます。カメムシはほんと臭いですね。うちの方も田舎なんでたまに出てきますけど、もう匂いがついたらほんと気持ち悪いぐらい匂うんで、あの匂いはもうね勘弁してほしいです。行け巨大バイト、ライバル店を踏み潰してくるっす。あ、お客さん冗談っすよ、飾りバッチで遊んでただけっす。あ、これもすごいね、本当にあのウサギに見えるからすごいよね。またあのなんて言ったらいいのかな、ポンコツロボ感が漂ってきてすごく情緒あふれる感じがします。マリオの姿をしたバイト君もね非常にいい味出してますね。いやほんとみんないろんな発想してきますね。はい、ということで今日はねここで終わろうと思います。今日はねあの早朝に教えてもらった練習台の攻略法を、最初ね2手でちゃんと実践できたのが、まあ、良かったポイントかな。みんなもねあれ狙ってみてください。2手でねコンプできるので、で久しぶりに当たりも出て袋の台がねコンプできて、でニッキーさんもねちゃんと掴めたので本番のプレイとしてもねまあ良かったんじゃないかなと思います。それじゃあねまた明日も楽しくプレイしていこうと思うんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。